やりたいことはこちらです。集中力を高めたい。私のやってみたいことはお菓子の家を作りたい。こちらです。体が柔らかくなりたい。高校2年生カイ君のやってみたいこと、集中力を高めたいになりました。なるほど。どうもよろしくお願いします。いつもとアップしてお願いします。いかにこう集中力に対して気分転換の場所を設けてやるか。気分転換してるぞ。なるほど。ライフ精神論があるさあ始まりました放課後チャレンジ。本日の部員のグランジ富山です。2部の森本です。高校2年生の海です。最近激辛ラーメンに挑戦してきました。お願いします。宮城大成です。小学6年生の12歳です。最近はよく乳歯が抜けていて口の中が大人になってきてます。よろしくお願いします。口の中が大人になってきて感じる、はいはい、さあ本日はですね、以前行いました小中高生やってみたいことプレゼン大会、皆さんプレゼンしてもらいましたけれども。ありましたね。いろいろやりたいものありましたけれども、はい、なんと早くも企画が実現いたしました。おお、これはすごいですよ。企画するだけじゃない、いい企画が出たということですよ、ね、はい。今回企画が通った第1弾は高校2年生カイ君のやってみたいこと、集中力を高めたいになりました。なるほど。そうだった。これ改めてなぜその集中力を高めたいというふうに思ったんでしょうか。僕は今高校2年生なんですけど、うん、東京大学を目指してまして、うん、目指すにおいてやっぱり集中力がすごく大切だと思うんですけど、うん、そこが自分の弱点だと思ってるんですよ、はい、なのでそこを克服したいなと思ってます、うん、なので大成君今回はです何まだ無人島は今回はまだ行わないんです。第1回目ではないと。そうです。2回目にあるかもしれませんし、でも一緒にこれでね集中力を高めることもできるわけだから、無人島に使えるからね、集中力って確かにね。そうです。そんなカイ君のですね、このプレゼン企画をですね成立させるべく、はい、スタッフでですねこの会議を重ねてですね、はい、でその結果ですね大きく2つのブロックに分けて、はい、それぞれブロックごとにですね先生をお招きいたしまして、どうやったら集中力を高めることができるか、こちらを学んでいこうと、うん、いうことになっております。では早速1人目のゲストをお呼びいたしましょう。こちらの方です。どうもよろしくお願いします。藤本敦史でお願いします。藤本敦史さんということで、出身の大学をお聞きしてもよろしいですか。僭越ながら東京大学出身でございます。東京大学、よろしくお願いします。先輩になるかもしれないね。そうですね。そうですね。君の目標だよ感じは悪い、ね、先輩たくさんのことを教えてもらおうと思いますので、はい、藤本先生本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず最初にですね、はい、お伝えしたいのは集中力を高める上で大事なこと、気が散るものを隠す、これでございます。気が散るものを隠す、勉強する環境において、はい、誘導してくるものってあると思うんですよね。そのテレビ見たくなったりとか、うん、漫画読みたくなったりとか、うん、YouTube でもそうですけども、自分をちょっと勉強から遠ざけてしまうものっていうのはこう机に向かった時に一切目に入らないところに隠す、うん、物理的にこう遮断してしまうと、うん、そうすることによって勉強への集中力がどんどん高まるというのをやってましたね、はい、はい、ちなみに、はい、今のその環境はどんな感じなんですか。今自分の部屋で勉強してるんですけど、はい、視線のこの端っこら辺にはいろいろおもちゃとか映っちゃってるので、はい、それは確かに気散ってるかもなって今思いました、うん、それにまあ気づいてしまってるって時点で、はい、ちょっともしかしたら引っ張られてしまう可能性があると、はい、いうことなので、クローゼットしまうとか箱の中入れるとか段ボールの中入れるとかで、さらなる遮断という意味でなんですけども、はい、僕は結構その課題とか勉強法を学校に居残ってすることも多かったんですよね、っていうのは家に帰っちゃうと一旦そのゲーム見るチャンスというかテレビ見る好きとかが出てきてしまうんで、それをなくすために自分の中で勉強する場所ってどこなんやろっていうイメージが学校っていうのがぴったりきたんで、うん、学校にいる間にその課題に取り掛かってしまえば邪魔されることなく
それを終えることができるということがあったんで、これはもう人によるんです。自分が勉強する場所はここだって思えばいいことなんで、自分の部屋じゃなくてもリビングがそうだっていう人もいるし、近所のそのファミレスがそうなんだって人もいるし、追い込んであげる自分を、それが大事なことだと思いますね。ゲームを別にやっちゃダメとか、受験期とかテスト期とか、ダメじゃなくて、集中するとこでちゃんとやりさえすれば、やってもいいってことなんですよね。そうなんですよ。気分転換という意味ではめちゃくちゃ必要なことでもあるんですよね。なのでゲームは完全に遮断したらそれがまたストレスになっちゃうんで、完全にシャットアウトしない方がいい。見えないところにはやるけど、それは自分がやらないわけじゃなくて、一番最後にご褒美的に、ゲームなりその漫画なりテレビなりを持ってくるのがメリハリとしてはいいのかなと。やっぱり完全にそのゲームをやめなくても、ちゃんと分けるだけでっていうのは、なるほど。僕も学校から帰ってきたら、ちょっと宿題してから僕もゲームやるんですけど、そうするとやっぱりなんか集中できますね。なんかやっぱりこれの後にこれをやるって、なんかもうすでにじゃあ取り組んでるってことですか。僕が受験通してたどり着いたことをもうやれちゃってるって言ってますよね。そしてもう一個大事にしてたのが、先ほどちょっと話にも出たんですけども、気分転換なんですよ。いかにこう集中力に対して気分転換の場所を設けてやるか、これちょっとなかなか難しいところもあるんですけど、勉強してて飽きてくる時ありますよね。例えば数学をずっと解いてて計算問題ばっかりで飽きてきた、何するか、教科を変えるんです。別の教科に移るという気分転換を行うんです。すると勉強は続きながら気分転換を行えているので、スムーズに違う勉強を続けることができる。なんかむしろ迷わないように一教科だけやってそこに集中しようみたいなやり方をやってたので、普通でもそうっすよ、ね、普通はそうだね、これはでも本当に自分との戦いというか、自己暗示の面も結構あります。気分転換、気分転換、さっきまで英語やって、ここは社会だから気分転換してるぞ俺は。なるほど、だいぶ精神論があるもん。俺はリフレッシュしたんだ、これは。だって教科違うじゃんいうふうに思うことは必要です。でも実際できてたってことね、実際できてて教科が違ったりすると頭の使う部分違ったりするんです。なるほど。計算の箇所は計算の箇所、英語の例えばリスニングの箇所はリスニングの箇所、社会とかのこう暗記する場所は暗記する場所、多分脳の場所は違うんやなっていうふうに考えてて、そこが違うと疲れる具合も違ってくるんで、さっきまで使って疲れてるところは使わない、別のところを使った勉強しようというふうには心がけてました。あと気分転換で言うと、暗記ってやっぱついて回るんですよ。どんな教科に対しても、そうね、で暗記法もいろいろあるんですよ。それを定期テストごとに変えてました、僕は。暗記法を同じ教科に対して対してです。歴史の語句を覚えるにしても、ある時は教科書に緑ペンで赤シートで覚えるようにすることもある、ある時は単語カード買ってきて、その表に語句書いて裏に意味書いてっていうので覚える、ある時はノートに教科書のことを覚えながら写していって覚える、これを毎回変えて、それをテストごとの気分転換にしてましたね。前回と同じ覚え方ってなった時にちょっと飽きちゃうんで、じゃあ今回これでやったらどのぐらいで覚えられるだろうみたいなのをちょっと楽しみながらやるというか、今の暗記法ってどういうのを使ってるんですか。今僕は大体の教科はもうただ見るだけでやってるんで、まあ、でもそれも1個でいいですよね。1個でも大丈夫です。でもそれが本当に自分に合ってるのかってなってくると、さっきのいろいろやっていくっていうのは実はその中にめちゃくちゃ自分に合ってる勉強法があるかもしれないっていうのがデータを集めるわけだ。そういう意味でもちょっとおすすめだったりしますね、僕としては書いたりあらゆる感覚を総動員して覚えるのがいいと思ってて、何か覚えるときに書くっていう手の指の食感とか、あと口に出すことで、口の感覚で耳から入ってくるとか、あらゆる感覚を使うとその感覚ごとに脳の場所が広がっていくんですよ、使われる場所が、ってなると思い出すきっかけが増えてくるんですよ、1個でも多い感覚使ってもらうと覚えやすくなると思います。で、まあ、僕の場合はその別の教科にしたりとか暗記法変えるとかだったんですけど、これもリフレッシュ方法、本当自分で見つけるというか、自分なりのリフレッシュ方法あるっていうのがめちゃくちゃいいと思いますけどね。まだ欲しいですよね。まだまだ欲しいです、はい、続いて集中力高める方法をお教えしたいと思います、
教科別の集中法をお伝えしたいと思います。より具体的になってきますね、はい、まず最初にですね、はい、国語や英語の特に長文の問題を解く時の集中方法です。知りたいです。これ僕もよくあったんですけど、勉強時間がどんどん長引いてくると長文の内容が全然頭に入ってこない、脳が疲れてしまう時があるんですよね、はい、そういう時に強制的に自分を集中に持っていく方法がありまして、指先とかペンの先で自分が今読んでいるところをもう誘導してあげるんです。目線をこうなぞってここを今読んでるんだっていうのを先導しながら読んでいく、自分で自分を、はい、すると何もなしでこう読んでいた時よりも内容が入ってきやすくなるんです。本来なら休憩しなければならなかったところが引き続き集中力を保つことができると。それが英語と国語だったんですけど、別の教科、特に理数系で使える、そうですよ、苦手な、ね、はい、人も多いですよ、まあ、自分で失敗やなと思うんですけども、ノートをめちゃくちゃ綺麗に取ってたんですけど、あんまり理解が進まなかったんですね。それなんでかって言ったら、自分はノートを取ることに集中しすぎてしまってたんで、勇気出してやってみたんが、先生がこう説明するときにまず板書を書きますよね。先生が振り返って説明始めたときにもう写すのやめて、先生の話を集中して聞くことにしたんです。はい、そしたら理解度が全然変わってきたんですよ。やっぱ文字情報って理解するの時間かかるんですよ、教科書もノートも。でも先生は話し言葉でこっちの目を見て説明してくれるから、一番理解できるのってこの先生の説明なんですよね。だからそこに集中することに切り替えたんです。そしたらめちゃくちゃ効率よくなったんで、後で忘れてる量も減るんですよね、その一回ちゃんと理解してるから、うん、そうじゃないとテスト前にノート見返してもこれ何やったっけになるんですよ、綺麗なノートでも。先生もさ、ノートちゃんと取れよって言うしね。そうですね、言われたりします。ここは先生ノートちょっと荒いかもしれないですけど、あの点数取りますんでっていう挽回しかないです、ね、挽回しかないです、うん、でノートはまあ見せてもらってね、あの完成はさせるんですけど、ね、はい、なんかずっとノートばっかりしか取ってなかったので、うん、あんまりちょっとなんか理解も少なかったんですけど、うん、なんか今の話を聞いて、あ、確かに理解が増えるかもしれないなと思いました、うん、全体的には話を聞いてて、やっぱり気持ちの管理というかすごい大事だなと思って、うん、疲れた時にも自己暗示とかで頑張ってリフレッシュしたりとか、うん、ご褒美的に最後に持ってきてそこまで頑張るとか、自分のコントロールって大事だなと思いました。うん、それめちゃくちゃ大事なんですけど、やっぱり僕一番大事だと思うのが、はい、自分で見つけるっていうのが一番大事だと思うんですよ。自分で見つける勉強法なりスケジュールの決め方なり、うん、最終的に自分がこれ自分に合ってるなって思ったやつはそこからそれを選ぶことになんか意味が出てくるんですよね。その自分で選んでるっていうし、自分で見つけたデータに基づいたことだっていうのが自信にもつながるんで、今日まあ僕の良かったことはいろいろ伝えたんですけど、それをベースにして自分で何かしらこう見つけられたら、それが自分に合った勉強法になるのかなと。株式会社集中力代表取締役で、はい、集中力プロデューサーの森健次郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まさに今日の会今日の会呼ばないと絶対ダメだ一流アスリートほどあることをやってたんですね、うん、そのあることを今日は皆さんにお伝えします、うん、ぜひ軽く顎を引いてください。マイナスかけるマイナスはプラス、全部簡単、もう簡単で何も道具もいらないし、今日から試してみようと思います、うん、僕らの挑戦を見ていいねと思った君はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。